お疲れ様です。ジャンクスタイルです。今日はホットウィールですね。2月のベーシックカー。こちらの予約取りが始まっておりまして、内容がね、明らかになってますので、まあ、あくまでも速報という形で、今日はやっていこうかなと思います。状況等々はね、まあ、変わる可能性っていうのはね、あるんですけど、今現在の、速報という形で、見ていただけたらなと思います。まあ、2月なんてまだまだ先だよって思われるかもしれないけど、まあ、あっという間ですよ。12月もあっという間に終わってお正月休みが明けて1月ね、こなしてすぐ2月になっちゃうんでね。もう今のうちにどんどん見ていきましょう。じゃあ画像上の段左からいきますね。モンスターハイコールでいいんですかね。モービル。はあ、これスプリンタイムになってるから何かのキャラクターものですかね。と私わかんないんですけど、まあでも色の感じが私の好きな組み合わせ、紫だったりピンクだったりね、するんですけど、これ新車ですね。新車、謎車、よくわからんですね。まあでもこれは狙っていきたいと思いますよ。で、その隣が、なんだっけこれ、神社でよかった、神社だっけ ?214 ですね。これまあ1月からの引き続きですね。まあ、1月の新車っていう感じですね。まあ、ニューキャストですね。で、その隣が、マツダオートザムですね。で、その隣が、マツダオートザム。こちらが、やっぱり新車になってまして、新規のキャストですね。で、マイティー K の、なんだろう、モントラパンみたいな感じになってますけど、これ、レジェンドツアーの優勝者ですね。なので、2024年の1番ですね。これ、かっけえなぁと思ったんですけど、一応単品販売に入ってますんで、まあでもこれ人気でしたね。あっという間って感じでもなかったけど、まあ今じゃあちょっと予約できないですね。これもうたくさんゲットしてちょっとカスタム用にとか思ったけど、ちょっと足回りのディフォルメ具合がねちょっと怪しい感じなんで、とりあえずまあ抑え気味にね予約したって感じですね。実際手に取ったらね感想変わるかもしれないんで、当日、発売日にはね、店頭で買うかもしれないですね。で、その隣が、バットモービルですね。これは1月間の引き続きですね。で、画像下の段いきますね。USS エンタープライズ NCC1701。こちらも、1月間の引き続きになりますね。で、その隣が、1956コルベット、バービーのやつですね。バービーのやつ、まさかの、プレームス仕様ですかね、こちらは。バービーのセットものあったじゃないですかね。4台セットのプレミアムになってるんですけど、日本には入ってきてないけど、まあ何色かあったと思うんですけど、こんなんでしたっけ、あの順番でというか、あんな感じで、ね、ベーシックで出るかと思ったんですけど、これはちょっとかっこいいよな。バービー抜きにしてもいい感じですね。で、その隣が、ホットウィールズハイですね。2023年版はセカンドカラーが飛ばされちゃったのかな。ですけど今回はね、ちゃんと貼りますね。これも2月で初登場ですね。で、その隣カスタムオット、これまあ引き続きになりますね。また画像上の段左からいきますね。18カモロ SS、 こちら、2月で登場の分になるんですけど、スーパートレジャーハントに入ってるんですよね。これ綺麗だろうね。ぜひゲットしたいですね。ホイールがちょっと私はあんま得意じゃないけどね。あ、でもスーパートレジャーハントになると変わるんでね、ぜひゲットしてほしいですね。で、その隣15ダッチチャージャー SRT、 これはちょっと人気がないやつね。まあ1月から引き続きですね。で、その隣が日産パトロールカスタム、これ2月で登場なんですけど、これ系がなんかね単品販売に入るっていうイメージですけど、これ入ってないですね。で、画像下の段いきますね。モッドスピード、おー、これいいね。これもいいっすね。で、これ、エア層と、だから1月発売分に入ってるはずだったのに、入ってなかったんですよね。でも2月で出てるっていう復活当選ですね。これ、ちょっと人気集中しちゃうんじゃないかな。やばいっすね、また。で、その隣が、76グリーンウッドコルベットですね。これ紫のかっこいいやつ。これまあ1月から引き続きですね。で、その隣が、ボルボ XC40 リチャージ。こちらも1月からの引き続きですね。じゃあまた画像上の段左から行きますね。C6 のコルベットですね。こちら2月初登場ですね。これかっこよさそうやな。やばい。で、その隣が、マイティー系。これ1月からの引き続きですね。
で、その隣のフィアット 500E、こちらも1月間の引き続きですね。で、画像下の段いきます。フォルクスワーゲン T2 ピックアップ。久々登場じゃないかな。あの、ベーシックカーでね。こちらもどうなるかなと思って見てたんですけど、さっきのオートザム、レジェンドツアーの、あちらとどうかなと思ったら、予約を受け付けてるお店によってはこっちの方が先になくなったっぽいですね。なんか2強みたいな感じですね、今月。あの、単品販売のね。まあ、これはいいものですもんね。普通に、どう考えても。で、その隣は、日産スカイライン RS KDR30。こちらですね。意外と売れてない。っていうか、数を用意してる可能性というのがありますけどね。たくさん用意してるんじゃないかなと思うんですけど、全然予約終わんないですね。今でも普通に買えるんじゃないかな。色といいね、なんかいい感じなんですけどね。どうなんだろう。あんま人気がないのはちょっとね、不思議なんですけど。で、その隣が、ホンダシビック SI。こちらも単品販売入ってるんです。あ、2月の初登場ですね。金かなこれ。金ボディかな、かっこいいんですけど。これも単品販売入ってるんですけど、予約完売はまだしてないんじゃないかな、多分。だからこの2台、意外と人気がないのか、もしかしたらマテルさんの方で数をたくさん用意してくれてるのかもしれないけど、よくわかんないですね。まあ、どちらにせよ、その買うチャンスがあるっていうのは非常にいいことだと思うんで、気になる方はね、早めに予約されてみてはいかがでしょうか。じゃあまた画像上の段左からいきますね。テスラモデル Y。こちら1月間の引き続きですね。で、その隣が、アウディ RS e-tron GT。白かっこいいな。私、結構好きなキャストなんですけどね。意外と人気ないんですよね。って感じで、2月初登場ですね。で、その隣が、2月初登場ですね。こちらも。フォード F150 ライトニングカスタム。めっちゃかっこいいね、これ。めちゃくちゃかっこいいね。やばいっすね。なんかこんな感じのカスタム系っていうのが最近、ホットウィール増えたなと思うんですけど、大歓迎ですね。じゃあ画像下の段いきますね。87ダッチ D100。こちら、2月で登場ですね。まあちょっと担保デザインダサいかな。でもかっこいいよな。あれ、これ前、前っていうか2023年版って日本出てたっけ、ちょっと記憶にない。で、その隣が、マックススティール。こちらも1月からの引き続きですね。で、その隣、70プリマスバラクーダ。これも1月からの引き続きで、まあ良かったね。1月買えなかったら2月にチャンスあるよっていう感じで、この辺のアミシはね、ゲットしときたいですよね。じゃあまた画像上の段左から行きます。フォードエスコート RS2000。こちらも1月からの引き続きですね。で、その隣が、ポルシェ911カレラ RS2.7。これが、2月初登場のカラーになるんですけど、これも単品販売入ってるんですよね。毎回かな。なんか、マテルさんはこれを押してんのかな、よくわかんないですね。で、その割にはその隣の72スティングレイコンバーチブル。こちら入ってないんですね、単品販売。選択がよくわからんな。で、画像下の段いきます。フォード GT40。今月の Y スピンのアースで大量に入ってるやつね。これも1月からの引き続きですね。で、その隣が、ホンダ CB750 カフェですね。これは、2月初登場のカラーになるのかな。ずっと出続けてるからよくわかんなくなっちゃうね。こちらも、単品販売入ってるんですけど、どうなんでしょうね。あ、そっか、この間は入ってなかったのか、単品販売。あ、そっか、2023年は入ってなかったのかな、単品販売。スーパーカブばっか入ってたもんな。で、その通り、L7 ドクーペ。この間、あの、黒で出たやつですね。黒と金みたいな感じで。今回はこれ何色だ？メタリックブルーかな？なんかこの画像だけ見たらすでにスートレ感が漂ってるんですけど、まあ普通のメタリックブルーでしょうね。これは2023年版のがかっこええかな？とはいえ、最近謎車全然残ってないからね。で、ありがたいことに単品販売も継続ですね。こちらが単品販売の6車種になりますね。今のところ予約で完売してるのは松田オートザムと T2 のピックアップぐらいですかね。意外っちゃ意外ですね。まあでも、日本車のちょっとスポーツカー系が若干残りつつあるのかな。でも単品販売入ってなかったらすごく争奪戦だったと思うんで、単品販売様々ですよね。
で、ホンダ CB750 カフェも入ってるんですけど、これ入れるんだったら、日産パトロールカスタムとか思っちゃうんですけど、まあ単品販売入ったら入ったでね、残り貸しになっちゃうんで、その辺難しいですよね。私はね、4車種、予約してるんですけど、何か当ててみて。というわけで、2024年の2月ですね、ベーシックカーの方、予約取りから見て取れる情報だけで見てたんですけど、あ、そうだ、これ画像がないんですけど、トレジャーハントはエイントフェアですね。バスのやつ。2月はバスのやつが2個ね、入ってくる可能性があるっていう感じですね。まあトレジャーハントが入ってればね。これは狙っていきたいですね、トレジャーハント。まあ謎車とはいえ、バス人気ですしね。本当謎車が全然残らなくなってますからね、最近。2月のラインナップ見てたら、やっぱ1月のアソートに入ってるもので、A アソートのもの、まあ、1月が A アソートと Q アソートの混合だったんですけど、1月の A アソートで出たものっていうのが、ほぼほぼ入ってるんですよ、2月に。2車種ぐらいだったかな、確か。2月に入ってないっていうのが。なので、まあ、Q アソートを逃せないからと、1月、箱買いされた方は、ちょっと2月ね、買うものが少ないかなーっていう感じにはなっちゃいますよね、どうしても。まあ、出費が抑えられるのはね、いいかなとは思うんですけどね。じゃあ、皆さんはどれが気になったでしょうか？よかったらね、コメントで教えてくださいね。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。